はい、こんにちは。まあ、あやチャンネル前原です。はい、以前紹介しましたこちらの BB-8 がですね、はい、アプリのバージョンアップでフォースの覚醒に出てくる BB-8 と同じ声っていうか音声になりましたね。はい、はい、今ねパトロールモードになってるので勝手にこの辺ですね散策してもらいたいと思います。その間に我々はこのトミカスターウォーズのスターカーズ、この10種類をですね紹介したいと思いますね。はい、はい、最初の5種類、ベイダーとストームトルーパー R2-C3PO ヨーダ、この5種類は最初にも出てました。で最近出たのがこのカイロレンとファーストオーダーストームトルーパーとキャプテンファズマと BB-8 とチューバッカ。はい、はい、で最初の5種類ね1回レビューしようと思ってたんだけど、タイミング外しちゃってね、ずっとこの辺に置きっぱなしでした。で今回に全部開けたいと思います。はい、はい、じゃあベイダー開けますね。はい、はい、じゃあ、エイシン君もどんどん開けてってもらえる？じゃあ、エイちゃんは R2D2、はい、おぉ、ちょっと、BB-8、顔外れちゃったよ。ベイダー、おぉ、かっこいい。ちょっとでも、後で細かく見ていきましょうね。じゃあ、変えてストームトルーパーで。はい、おぉ、おっとっとっと、怖い怖い怖い。ちっちゃい。あ、そう。ほら、こんな感じ。本当だ。見に来たんだ、BB-8。あ、なんか言ってるよ、ほら。あ、ヨーダ。ヨーダもちっちゃい。あ、この子だ、ヨーダ一番ちっちゃいじゃん。めちゃめちゃ暴れてるよ。じゃあ、フォースの覚醒の方も開けていきましょうか。はいはいはい、どれから行くか。パパ、じゃあカイロレンから行こう。カイロちゃんは BB-8。今、こっちで走ってる。BB-8 だね。わわわわわ。お、かっこいい。お、なんかマットの感じ。マットだ。うん、ストームトルーパー。はい、おお、これもかっこいい。うん、あ、ちっちゃい BB-8 は。おー、ちっちゃい。おー、いきなり突進してくるから。キャプテンファズマ、おお、キャプテンファズマもかっこいい。おお、中バスか。おー、なんかアニマルバスみたいな。はい、こちらがスターウォーズのカーズのスターカーズ01のダースベイダーですね。はい、なかなかいいんじゃないかな。うん、なんかね、でもカーズっぽい。うん、ねえ、うん、まあ、スターカーズっていうだけあるけど、あのカーズってあるディズニーのアニメの方ね、うん、CG アニメのカーズっぽい、うん、もうね、そのこのエンブレムがちゃんと帝国軍のマークになってますね。はい、でここもでナンバーはダースベイダーって書いてある。そうだね、うん、続いてこちらが02のストームトルーパーですね。はいこれなんかあれだな、うん、まあ、か車としてはかっこいいかもしれないけど、うん、やっぱ顔に見えるね、うん、まあ、顔だけどさ、顔だけどね。後ろのエンブレムが帝国軍のマークで、うん、下にストームトルーパーと書いてありますね。書いてあるね、はい、うん、はい、次が、03の R2D2 です。はい、これは変ですね、うん、前ここ完全に R2 の顔だから、うん、で上は R2 の前のところ。ああ、本当だ、体になってた、うん、これ取れるの？あ、取れないか。取れない ね、 ね、うん、三輪自動車になってんだ。うん、それで後ろのエンブレムが反乱軍のマークになってて、その下には R2D2 って書いてあるね。そうだね、はい、次の04が C3PO ですね、はい、これもいいね、金ピカだね、うん、前から見るとちょっと不気味だけど目がついてるからね不気味だな、不気味、うん、ドアとかは全く開かないですね、うん、このドアがあの C3PO のお腹のとこだね。そうだね、配線見えてるって感じですね、うん、同じように反乱軍のエンブレムとナンバープレートが C3PO です。はい、05がヨーダですね。はい、これはさ完全に悪じゃない、顔が見せて怖くない？あー、目が怖いよね、これ悪じゃん、これヨーダいい人なんだけどな。で反乱軍のマークとジェダイマスターヨーダってナンバープレートに書いてあります。おー、いいですね、ジェダイマスター、はい、そしてこちらが新シリーズのカイロレンですね、はい、これすごいかっこいいよ、うん、マットな感じだよね。マットになっててで、まあ、ここね顔がついてるんだけど、うん、これなんかクラシックカーっぽくてすごくいい、うん、かっこいい、これ、うん、エンブレムがなくて、はい、ね、それでカイロレンって書いてあります、と書いてありますね、はい、続いて07のファーストダストームトルーパーですね、はい、はい、これも
先ほどのストームトルーパーと比べるとこんな感じ。変わってんな、随分と。そうだね、ファーストオーダーの方が長い、マシン的にかっこいいかな。うん、かっこいい。うん、またドアは開いたりはしませんね。あ、ここ取れた。お、オープンカーになるんだ。オープンカー。ナンバープレートはストームトルーパーで、特にエンブレムはないですね。はい、はいはい、08がキャプテンファズマですね、はい、これは基本的にファーストオーダーストームトルーパーと一緒かな。そうだね、マシンの形的にもほぼほぼ一緒ですね。うん、カラーリングが違うだけ、うん、ということは天井取れるのかな。あ、取れた取れた。あー、オープンカーになりますね。うんうん、はい、こちらが09の BB8 ですね。はい、あー、怒ってる怒ってる、こんなんじゃねえよって怒ってる。そうだよね、なんかこれドームみたいな未来的な車になってるけど、うん、あ、これも三輪だ。あ、ほんとだ。あ、こっちが前なんだろうけど、同じ三輪。そして BB8 ってナンバーがありますね。はい、最後が10の中ばっかだね。そうだね、これは完全にトラックだけども、うん、こう完全に顔が中ばっかだからちょっと怖いね、これブーってきたらね、うん、後ろにこういう、あ、これ棒キャスターだ。あ、ほんとだ。棒キャスター、クレーンなんだろうね、うん、クレーン、棒キャスターと見立てたクレーンがついてますね。すごい棒キャスターだよ、うん、ほんとだー。すげえ、うん、なんとここに収まるようになってます。はい、はい、あ、カエルレーンオープンカーになった。あ、ほんとに。うん、あ、カエルレーンまで。うん、そうだったんだ。うん、はい、ということで10種類のスターカーズ全部開封してみました。はい、どれが良かったかな。やっぱカイロレンが一番いいかな。そうだね、うん、あとこれ本当にクラシックカーみたいでかっこいいよね。うん、どこ十字だったみたい。あ、嘘、本当だ。ライトセーバーの形みたいに。本当だ、うん、これライトセーバーになってた、うん、よく気づきました。はい、はい、ベイダーはないか。ベイダーはない。ライトセーバーない。はい、ということで今回はスターウォーズのトミカ、スターカーズでした。はい、ということで今回この BB8 がかなり遊んでくれたからね、今ね、ドライブモードにしてますからね、安定して動かないけどね、はい、フォデーシンクが操作してていいですよ。はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧に今チャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。あと、マイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、あと Instagram もやってますので、ぜひフォローをお願いします。はい、はい、あ、今、うんうんって言った、うんうんってね。これ良くなった、うん、すごいアップデートでね、まあ、アプリから音は出てるんだけど、うん、これからはね、音出てないんだけど、うん、すごいね、本物っぽくなって良くなったね、うんうん、ね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。